り優しい日かもしれない。うん、弱火で、かなりの弱火でよこれ。みるみるランド、はい、はい、到着しました。キャンプ場到着です。これで、はい、中見ていきましょう、はい、受付はあそこの、あそこの受付というところで手続きします。僕さっき済ませておきました、はい、で、こちらのお店ですね、アウトドアセンター、こちらが5時までやってるそうです。あ、そうなんですね。はい、で、うちらの場所なんですが、26番の場所、はい、でテントの近くまで自転車を持って行ってくださいと。はい、わかりました。で一応ね、ここのこれのバケツが消火用のバケツです。ここの中に水を入れて、はい、炭とかを入れて、で返すときはそのまま返してくださいと。あ、了解です、わかりました。結構疲れました。そうでしょう、3時間半も走ってるんだもんね。 あそこの右側です。平日でもやっぱりお客さんいらっしゃるんですね。そうですね。はい、じゃあ入っていきましょう。ここが水場ですね。お、26番書いてあります。ここですね。なんか水場近くていいですね。いいですね、すぐそこで。はい、26番、はい、まで歩いてきました。もうここなんですけど、すごい整備されてていいですし、うん、綺麗なところですね。あっちにもうね、海見えるんですよ。海見えます。すごい、すごい近いです、ね、めっちゃいいです。はい、ちょっと後で海見に行きましょう。行きたい。まずテント張っちゃいましょうか。はい、テント張ります。暑いですか。こっからですよ。はい、こっから頑張ります。これがかまどですね。はい、ではテント設置です。はい、設置頑張ります。お買い物に来たので、パクパク、うん、何分？9分2秒。9分でテントの設置完了。はい、OK です。早いですね。早かったです。じゃあ次は寝床ですか。シラフとか先作っちゃいます。そうですね、先にじゃあ入れちゃいます。作っとけばね、あとゆっくりできるんで、はい、ああ、今度はちゃんと間ね、ここに前室。あ、前室なんか狭くない？これ前室、前室狭いです。そんなもんな、そんなもんか。ちょこっとした荷物が置けるって感じ。もっとこっち側に貼れば、私の貼り方が弱かった。そうだよね。ちょっとテロンってなってます。寝床作っちゃいましょう。こけましたか今。今こけましたか。今ちょっと危なかったです。危うくこけるところでした。こける手前でしたか。手前でした。危なかったです。ですね、見てもらうと分かるんですけど、なんとなくこうボヨンボヨンってなってる。あ、そうだね。なので、もしかしたらもっと引っ張ってあげるとピシッていく。張りが足りなかったって感じですか。知らないですね、はい、うん、ちょっとね、ちょっとなんかワシワシってワシワシってなってます。寝袋です。はい、寝袋です。
はい、寝るところがもうこれで寝られます、いつでも。うん、はい、はい、打ち直してみます。うん、演出広くなりました。おお、さっきと違うよね。かなりスペースできましたね。だいぶ使えるようになった。うん、見る見るランド、今日めっちゃ天気いいもんね。あ、今日すっごい天気いいです。天気もう晴れ晴れって感じです。梅雨前の貴重な晴れでした。ラッキーでしたね。うん、しかも道は割と良かったです。トラックがやっぱり不当なのですっごい量いっぱい。トラック多いよね、うん、ほとんどトラック、ほとんどトラック、普通のやつもないです。あ、いいな、アイス食べた、ね、それぐらいの暑さです。ちょっとこれから買い物、ビール飲んでちょっと海の方を見てみたいと思います。ね、もう目の前に真っ青な海が広がってるんです。すごい景色が、ロケーションがいいですね、うん、なんか海の匂いするもんね。します、します。潮風が、うん、潮風来ますし、うん、いい感じです。いや、 やっぱりなんかいいですね。なんか海見えるところでキャンプとかすごいいいです。ね、海だから風が強い。あ、そうですね、ちょっと風強い、気持ちいいです。翼浜。結構ね、粒々が大きい。ね、粒々大きい砂浜。歩きやすい。砂浜っていうか、なんか石、砂利、細かい砂利。はい。めっちゃいいです。まで見通せる感じがいいですね、うん、今日お天気いいから雲がまたなんか夏っぽい雲になってます。そうです。そしてあっちから飛行機がやってきます。あそこから飛行機がね、飛び立ってくるんだよね。飛び立ってきますね。もうなんか自分も飛び立っていける気になる。いいところ。飛び立ってください。ひょー。ここの方が歩きやすい。ああ、確かに。ムルムルランド。はい、これじゃあね、火をつけるための枯葉とか小枝とかを集めていきたいと思います。枯葉、落ち葉はもうね、ここにいっぱいあるんですけど、小枝とかがね、どの辺にあるか。どんぐりとかがいっぱい落ちてますね。はい、今コンビニに行って買ってきてくれました。はい、買ってまいりました。まあ、コンビニなんでそんなに期待してなかったんですけど、うん、焼けるものということで、やっぱりこのなんだろう、キャンプ場が近くだから、うん、ナスとか売ってて、ね、びっくりしました。なのでちょっとナスを買ってしまいました。焼けるもの
おお、いいね、美味しそう。そう、トマト、うん、玉ねぎはね、選べなくて、もうこれしかなくて選択の余地なし、全部1個ずつしかなかったんですけど。なるほど。まあ、温めて食べてもいいかな、枝豆、はい、焼いてもいいかな。あとね、何気にこのスナック菓子をちょっと焼いて食べるの好きなので、うん、はい、カラムチョも買ってみて、あとはゆきさんのホロ酔いと、ありがとうございます、あとこれホールエールと、あとは弱いのでウロちゃんにしよう。はい、はい、パスタも作るですか。なんかお腹減っちゃったんで、本当は今日炭水化物抜こうと思ってたんですけど、うん、なんかちょっと気がついたらカゴに入ってましたちょっととりあえず火つけていきましょうかね。はい、はい、ではこれから火をつけていきます。このかまどいいですね。いいですね、大きくていい感じです。枯葉とか小枝を拾ってきました。あと炭は一応ドンキホーテで買ってきました。はい、一回屋さんで分けて今日はこれだけ。はい、じゃあレナさん火をつけていきましょう。あ、めっちゃお腹すきました。うん、まあ、自転車でねここまで来たからね、はい、それお腹すくでしょ。お腹すきます。着火。葉っぱにつかないんだけど、あんまり乾いてないかな。微妙ですね誰が燃えるやつなんだろう。パチパチパチってやつつくよ、つきやすいよ。こういう多分こんなのとこら辺、そうそうそう。その辺のやつつきやすいでしょ。あ、いい感じですね。あ、映った映った。来ました。来ました。ついちゃえばね。あとちょっとずつ足していく感じ。小枝がね、ないんですよ、あんまり。ないですね、うん、確かに綺麗ですもんね、ここの小枝自体が。まあでもそれでつくんじゃないの、隅に。めっちゃ煙出てるけど、結構水分含んでる感じ。うん、ここは風が強いのでなんか仰ぐ必要がなくて。そうですね、もう海風が自然に来ますからね。
も焼いちゃう？ちっちゃい網の上で野菜とか植えていきましょう。ナスとかさ、玉ねぎとかトロトロに焼くと美味しいよね。トロトロトロに焼いていきましょう。あ、焼きナス的な感じですね。 あ、それはいいかもしれない。玉ねぎとかも皮むいてそのままポレット？なるほど。食べづらい。いや、いいですけど。丸ごとやっちゃっていいんじゃない？やってみます。アルミホイルとかあるとくるってやって乗せればね、焼けたくなるほど。ないので丸ってやっちゃいましょう。じゃあナスも玉ねぎも丸っと丸焼き。はい、じゃあナスと玉ねぎ丸っと焼き。丸っと焼きです。でもあったかいね、やっぱね、近く。はい、あったかいですね。かなり優しい日かもしれない。うん、弱火、かなりの弱火だよ、これ。あ、ここでもできるんですね。うん、ここできるんだ。やろうと思ったら。うん。ここも全部、水道が切れるとするので、めっちゃ便利です。ね。トマトは1個は生で食べて、1個はソースに使う。おう、パスタの？パスタを作る予定はなかったので、ちょっとどんな味になるかわかんないんですけど。どんな味になってもゆきさん食べてください。それ今何、パスタのソースを作ってるんですか？そうです。トマトとナスも入れちゃおうかな。うん、本当は玉ねぎ入れてもいいんですけど、玉ねぎ1個が大きすぎるので、うん、ちょっと微妙ですよね。先にウィンナー食べ始めます。ウィンナーだったら早く食べられる。まあそうだね。ソースって言ってるけど、ここになんか味付け的なのは何が入るんですか？塩コショウ。基本的に。塩、これに塩コショウで、それがソースになるんですか？ソースにします。ソースって言ってほしかったっす。ソース、すげえ難しい。ちょっと今難易度が良かったですね。はい、とりあえず完了です。じゃあウィンナーをまずあそこの上に乗っけてみます。はい。あまりにも。焼けてる？焼いてるというか温めてるって感じですよね。そうですね。全くもってそういう感じです。ウインナーも温めていきます。温めて、そうですね。本当は皮パリパリにして食べたいですよね。じっくり焼いていきましょう。じっくり焼いていきましょう。子供たちは楽しく遊んでいます。いいですね。なんかこの平日のこの空いてる感じもすごい好きです。うん、いいよね。すごい美味しそうになってきた。